甲子園球場です。阪神対巨人6回戦の模様をお送りいたします。連勝中のタイガース、ジャイアンツとの3連戦最終日です。解説席には松川光さん、黒木智弘さん、以上この二方の解説でお送りしてまいります。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、まもなくプレイボールです。タイガースの先発ピッチャーレッセンジャー、前回は先発したんですが勝敗には関係ありませんでした。ジャイアンツ打線に対してどんなピッチングをしてくるんでしょうか。1回の表、ジャイアンツの攻撃、バッター坂本打席に入ります。何から持ってくるか。最初は変化球持ってきました。現在5位のジャイアンツ、今のうちに連敗は止めておきたいでしょう。低めのボール打った、ボテボテのゴロになりました。ファウルボール。サインはどう出されたのか。わずかに外れてワンボールツーストライク。次の4球目、ストレートきました。そしてバッターは2番藤村、バッターボックスに入ります。松川さん、1打席目どう出てくるかですよね。やっぱり最初にね、ヒットが出ると乗ってきますからね。さあ、今日はどんなバッティングになるんでしょうか。どこから狙うか。最初のボールを決めました。微妙なところを攻めてきます。2球目です。コーナーへ決めました。空振り三振、2者連続。そして次の3番長野、バッターボックスに入ります。初球見送っていきます。いいところへ決めてきます。この球は見ます。これはストレート、3球とも外に来ました。さあ4球目、外のボール打ちました。この打球はセンターです。ツーアウトからヒットが出ました。打順が変わります。ダミーです。打席に入ります。初球わずかに外れてボール。高めのインコース。これはまっすぐ。黒木さん、胸元のインサイドを見せて、そして外ですよね。配球もいいですね。コントロールもいいですよね。本当にコントロールいいですよね。きちんと要求されたところに投げてますからね。なるほど、本人もイメージ通りのピッチングができているんでしょうね。低め打ちました。三遊間へ。ファーストランナーは二塁に止まります。ヒットでつなぎました。次のバッターとなります、高橋由伸。早くも点につながる場面を迎えています。
初球はどうか。まずは初球見送りました。決まりました。いやー、黒木さん、ナイスボールですよね。ナイスボールですね。そうですよね、気迫のようなものを感じますよね。球速、コース、もう完璧ですよ。さあ、次も力勝負を挑んでくるのか。キャッチャーのサインはライトに持っていきました。取って、これで3アウト。1回の表が終了しています。ジャイアンツ0点で攻撃を終了しました。代わって守りますジャイアンツの先発ピッチャー藤井。さあ、一勝目となるか。1回の裏、タイガースの攻撃。対するこの回の先頭桂木、打席に入ります。初球はどうでしょうか。初球チェンジアップから入りました。ファウルです。変化球、ファウルになりました。緩いボール、ファウルです。空振り三振。最後はストレートで空を切らせました。これが今の三振です。次のバッターに変わります。柴田。第1球は初球インコースから入りました。今のはちょっと危ない投球です。ボールになります。3球目はどうする。決めてきました。これは入りません。次が5球目。チェンジアップ打った。三遊間はどうだ。取りました。一塁送球、アウトです。華麗なプレーでした。いや、辰川さん、ナイスプレーですね。いや、本当にナイスプレーです。お見事でした。本当固い守りでしたね。スタンドの歓声が湧き上がります。見事なファインプレー。いや、しかしファンにとっても値打ちのあるプレーでしたね。はい、きっとスタンドまで足を運んだ価値を感じているでしょう。バッター取りたい。バッターボックスに入ります。どこから攻めるか。外のボールはヒットになった。ツーアウトからの先制のランナー。打順が変わります。新井。
内へのボール打った。低い打球になりました。アウト。これで3アウト。さて0対0のまま2回に入っていきます。2回の表、ジャイアンツの攻撃。トップバッター高橋慎、このゲーム最初のバッターボックスになります。最初のボールは初球見送っていきます。まっすぐが決まりました。0対0で2回の表に入っています。変化球持ってきました。バッティングカウントになった。今度はまっすぐ。さあ何を見せるか。あっと空振り三振。いやー黒木さん、見事な変化球で三振を奪いました。今の縦のカーブ素晴らしい球ですよ。はい、最後は変化球でした。次のバッターに変わります。阿部、打席に入ります。どこから攻めるか。初球ストレートできました。微妙なところを攻めてきます。ここは変化球。追っていきます。しっかり捉えた。追っていく追っていく。フェンスにダイレクトで当たった。打ったバッターは二塁へ。ボールが返ってきたがツーベース。次のバッターとなります。フルフ、今日の第一打席に入りました。インコース打った。ファウルになりました。フルフ、初回には素晴らしい守備を見せてくれました。2球目はどう攻める。内へ、低めいっぱいに決まった。打った。低い打球はレフトの前に落ちた。ワンバウンドヒット。セカンドランナー三塁を蹴った。中継のショートへ。セカンドランナー今ホームイン。ピッチャーの立ち上がりをうまく見極めましたね。あれ玉の投手なんかだと大変ですよね。ただ立ち上がりをうまく攻めることは大事ですからね。ピッチャーに回ります。藤井、今日の第一打席になります。ピッチャー藤井、背番号99。さあバントした。ファウルです。序盤からの先制点、後続は抑えたい場面です。2球目、今のはボールになります。得点差わずか1点、ジャイアンツがリードしています。バントしました。またファウルボール。まっすぐできました。次が5球目。スリーバントが取って一塁へ。送りバントが成功しています。ここで打順が一巡します。坂本、バッターボックスに入ります。
まずはストライク。先に先制を許しました。後続は立っていきたい序盤戦です。低めはこれは入っていました。ここは追い込んでいます。これはストレート、低めを丁寧に攻めています。次が4球目、インコース、これは外れます。初川さん、ちょっと際どかったんじゃないですか。これはね、バッターよく我慢しましたよ。さあ何を見せるか。バッと空振り三振、スリーアウトチェンジ。もう一度ただいまの三振ご覧いただきます。さあタイガース、次の攻撃は5番からということになります。2回の裏タイガースの攻撃、対しますこの回の先頭ブラズ、打席に入ります。初球です。その初球は外のボール、ここは外してきました。低め、打球はショートへ、取りました。一塁へ送ります。一塁はアウト、ショートゴロに倒れました。そして次の6番上本、初球はどうでしょうか。まず大きく外れてボールになりました。ここは外してきました。2球目はどう攻めるか。カーブできました。さあ3球目、変化しました。ファーストへの打球、この打球はファウルになります。次の4球目、フライになった。詰まっています。力がありません。ライトフライに終わりました。下位打線に回ります。マート、まずは見送りました。2球目、バットを出しません。3球目、外へのボールは入りません。バッティングカウントからの4球目、ストレートできました。
強い当たり。ツーアウトからのヒット。さあそして8番に回ります。藤井打席に入ります。第1球は打った、低い当たりになった。取ってスリーアウトチェンジ。2回の表裏終了、タイガース無得点に終わっています。3回の表ジャイアンツの攻撃、バッター藤村バッターボックスに入ります。外から攻めていきます。一球外しました。二球目はどうか。外を、外へ二球持っていきました。1対0ジャイアンツがリードしています。さあ三球目、カーブを投げてきました。バッティングカウントになった。速球決まりました。2者連続三振、ストレート。そしてバッターは3番長野、バッターボックスに入ります。どう組み立ててくるか。初球ストライクを取りました。どう攻めるのか。アウトコース、このストレートが決まります。取りました。一塁へ、アウト。ショートゴロに終わっています。打順が変わります。ラミレス、初球は変化球当たりません。次の2球目、ストレート、ボールの球、バットが思わず回りました。変化球打ちました。ラインの外、今のはファウルです。ちょっと今のは危ないボール、まっすぐ持ってきました。次が5球目、まっすぐ打ちました。打球はセカンドへ、一塁に送ります。一塁はアウトで、スリーアウトチェンジになります。3回の表が終了、ジャイアンツ3人で攻撃を終了しています。3回の裏タイガースの攻撃、トップバッターメッセンジャー、今日の第1打席に入りました。どこから行くか。
チェンジアップ打ちました。打球はファーストへ、一塁へ送ります。アウト。ファーストゴロに倒れました。この回打順が一巡してきました。桂木バッターボックスに入ります。どう組み立ててくるか。まず外から入りました。2球目はどうか。右への打球になりました。ストレートを打ってサードです。一塁に送ります。一塁アウト。アウトです。サードゴロに終わっています。そして次の2番柴田、打席に入ります。初球高めに来ました。次のボールは左方向へ、取りました。スリーアウト、チェンジ。プロ野球速報をお知らせいたします。なお経過は途中経過参りましょう。明治神宮球場です。3-1スワローズがリードしています。そして横浜スタジアム0-0、両チーム無得点です。4回の表ジャイアンツの攻撃、先頭バッターは5番高橋由伸。打ってファーストへの打球、得点差わずか1点、ジャイアンツがリードしています。2球目まっすぐで決めました。149キロのストレート。インコースボール、いやー、黒木さん、アウトコースで見事に決まりました。今の球だったら手が出ませんよね。そうですよね。あそこは届かないでしょうね。はい、素晴らしい三振でした。バッター高橋慎二、最初は外のボール、ボールです。これも外目に行きました。カーブできました。外を続けています。さあ4球目、今度はまっすぐ来ました。低いボール、ファウルになりました。さあ6球目、2者連続ストレートで三振。次のバッターに変わります。阿部、打席に入ります。外から攻めていきます。147キロです。
球目はどうか。入りました。直球で追い込みました。あっと三者連続三振、スリーアウトチェンジ。4回の表が終了しています。ジャイアンツ3人とも三振を奪われています。4回の裏、タイガースの攻撃。打順はクリーンアップから始まります。鳥谷、バッターボックスに入ります。どこに出てくるんでしょうか。初球は手を出しません。バッテリー1球外してきました。次のボールは外は、これは外れています。次が3球目、内へ、ツーボールワンストライク。バッティングカウントになったが、外のボール打って低い打球になりました。ショートライナーに倒れました。そしてバッターは4番新井、バッターボックスに入ります。第1球はどうか。初球簡単にストライクを取ります。枠をいっぱいに使ってきます。この球には当たりません。これで追い込みました。果たして3球勝負するのか。アウトコース、これは外れます。ここは1球外します。次が4球目、外れています。このボール球には引っかかりませんでした。これでアウトが2つ。そして次の5番ブラック打席に入ります。何を投げてくるか。最初はカーブから来ました。どう攻めるのか。外のボール球振っていきました。まっすぐが決まりました。次の4球目、アウトコースは入りません。古木さん、外、外ときますね。キャッチャーの構えを見ててもほとんど外なんですよ。意図的なものでしょうか。まあ、いいバッター相手にはなかなかインコース投げづらいんですよね。なるほど。ここは焦らず慎重に攻めていきたい場面です。
三振、スリーアウトチェンジ。スライダーにバットが空を切りました。1点を争う好ゲーム、目が離せません。力はゴムゴムですからね、気が抜けませんよ。5回の表、ジャイアンツの攻撃。この回の先頭バッター、フルバッターボックスに入ります。最初のボールは初球から入れてきました。1対0、ジャイアンツがリードしています。これはストライク。ストレートできました。さあ4球目、低めを打ってファウルボール。低めのボール打った、今のはファウルになります。さあ6球目はどうする。ストレート打ちました。打球はファーストへ、取りました。一塁へ、アウト。ファーストゴロに終わりました。打順が変わります。藤井打席に入ります。何から持ってくるか。外めのボールから来ました。次のボールはまっすぐを追ってファウルボール。キャッチャーのサインは空振りの三球三振。バットには当たりませんでした。これが今の三振です。打順がトップに戻ってきます。坂本打席に入ります。どこから狙うか。最初はインコースから来ました。148キロのストレート。上がりました。取りました。これで3アウトチェンジ。クロスゲームは1球1球に注目です。こうなるとバッテリーとの読み合いになりますよ。5回の裏、タイガースの攻撃。この回は6番から始まります。上本打席に入ります。初球振りません。2球目です。外のボール。3球目。下がった下がった。強烈な当たり。いいですね。深いところに落ちた。ヒットになります。ボールは中継のショートへ。ツーベースヒット。レフトオーバーのツーベースヒット。打順が変わります。マート、同点のチャンスに打順が回ってきました。初球は手を出しません。ここは外してきました。
2球目はどう攻めるか。低めの球ストライク。これは変化球、フォークで追い込んでいます。次が4球目、わずかに外れて 2-2。外いっぱい三振。もう一度ただいまの三振ご覧いただきます。アウトが1つ、そして次のバッターです。藤井、ワンヒット同点の場面というバッターボックスです。初球から打った。さあアウトコースはどうか、微妙なところを攻めてきます。一気に来るか。インコース打ちました。ファウルです。2者連続の空振り三振。次のバッターとなりますメッセンジャー、同点のチャンスに打順が回ってきました。まずは初球ストライク。見送ります。おっと今度は変化球、ここは追い込んでいます。これはスタンドに入ってファールボール。さあ何を見せるか。高いボールを打ちました。逆転はなりません。取ってこれで3アウト。接戦が続きます。どちらも全く隙がありませんね。展開を読むのが難しい試合ですね。お客様の中から選ぶベストガンプル。タイガーで選手の交代をお知らせいたします。タイガーのピッチャーメッセンジャーに代わりまして小島。タイガースここで2番手ピッチャーを送ります。小島1点差という場面、ここでマウンドに上がります。果たしてどんなピッチングを見せるのか。甲子園球場は6回の表、ジャイアンツの攻撃。打順は2番から始まります。藤村。第1球。初球打ち、取った。一塁送球、これはアウトです。次のバッターに変わります。長野。初球です。初球から際どいコース。二球目はどうか。高めを打ってショートです。一塁へ。これはアウトです。ショートゴロに終わりました。次の4番ラミレス。
球はサードへ、一塁に送ります。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。6回の表までゲームは終了しています。ジャイアンツ三者凡退に終わっています。この試合はまっすぐよりも変化球を多めに投げています。ランナーを出したいこの場面、タイガース代打のバッターが出てきました。松川さん、この場面でトップバッターを変えてきましたね。そうですね、どうしても1本欲しい場面ですからね。これはどうしてもここで点が欲しいんでしょうね。初球スライダーできました。1球外しました。2球目はどう攻める。チェンジアップでしょうか。タイミングが合いません。3球目はどうする。高め、ストレートで追い込みました。次の4球目、空振り、ボール球を振らされてしまいました。松川さん、代打ですね。変えてきましたね。まずは見送りました。2球目、変化球ファウルになります。次が3球目、今度はまっすぐできました。これで追い込みました。変化球打って、この球は入りません。この6球目、変化球、バッター落ち着いてますね。ですよね。次が7球目になります。連続三振、まっすぐが決まった。打順が変わります。鳥谷バッターボックスに入ります。どこから行く。ストレート、打球はサードの前、一塁送球、一塁アウト、スリーアウト。さあジャイアンツ、この後5番から始まります。タイガースです。守備の変更がありました。
キラン、この回からレフトの守備につきます。7回の表、ジャイアンツの攻撃。この回の先頭バッター高橋由伸、チャンスの芽を出してダメ押し点を導いていけるんでしょうか。初球です。初球空振りです。得点差わずか1点、ジャイアンツがリードしています。次のボールは、これは大きく外れます。3球目、まっすぐ打ちました、ファウルです。スイングアウト三振。次のバッターに変わります。高橋真嗣、バッターボックスに入ります。最初から丁寧に攻めてきます。2球目はどう攻める。これはストライク。さあ3球目、慎重にコーナーをついてきます。次が4球目、今のはボールになります。辰川さん、ちょっと際どかったんじゃないですか。今のはバッターがよく見ましたよ。インコース打った、低い当たりになった、ショートライナーに倒れました。打順が変わります。阿部、打席に入ります。どこに入れてくるんでしょうか。最初は内から入りました。狙っていって空振りです。さあ一球様子を見るのか。高いボール持ってきました。デッドボール、当ててしまいました。そしてバッターは8番フル。その初球は低いボール、ストライクです。一気に来るか、打っていった、サードです、抑えた、アウト、スリーアウトチェンジ。7回の表が終了。最
ジャイアンツ得点はなりませんでした。なお一度ご声援くださいませ。7回の裏、タイガースの攻撃。先頭のバッター新井、打席に入ります。初球簡単にストライクを取ります。外、キャッチャーの要求は、バッター見送りました。ここは1球外します。まずはボールから入りました。スライダー。黒木さん、ここまで完璧なピッチングが続いていますが、いかがでしょうか。見事なピッチングだと思いますよ。なるほど、本人もイメージ通りのピッチングができているんでしょうね。そうですね、理想的なピッチングだとは思いますよ。はい、このピッチングに手も足も出ませんからね。変化球で2ストライク目を取りました。低めのピッチングが続きます。中途半端な当たりになりました。一塁へ、初めてのヒットが出ました。今の場面もう一度見ていただきます。さあ、そして6番に回ります。上本、まず変化球で空振りさせました。2球目はどうでしょう。胸元へ持ってきました。サインはどう出されたのか。外、これはボール。ここは外してきました。できました。低い打球になりました。サードライナーに倒れました。ツーアウトで次のバッターを迎えます。マートン、バッターボックスに入ります。第1球です。最初のボールを決めました。2球目はどう攻める。ちょっと上がった、ヒットになった。ファーストランナーは2塁ストップ。期待に応えたいこの場面、イラン、その注目のバッターボックスです。第1球、初球ストライクを取りました。
同点のランナーが二塁、そして勝ち越しのランナーが一塁という場面です。外、外へ2球持っていきました。これはボールになります。外へ、次が5球目、高め、あと1点が入りません。取って3アウトチェンジ。ここで各地の途中経過です。神宮球場です。3対1スワローズがリードしています。続いて横浜スタジアム、2対1カープがリードしています。のピッチャーを送ります。西村、中5日のマウンドになります。ジャイアンツ打線をどう抑えてくるんでしょうか。8回の表、ジャイアンツの攻撃。この回はピッチャーからの打順となります。藤井、試合を決定づけるには得点が欲しいところです。初球から入れてきました。1対0、ジャイアンツがリードしています。2球目はどうでしょう。ここは見ます。1球2球とインコースへ投げました。際どく攻めるのか。インコース外れています。ここは外してきました。次の4球目、あっと空振り三振、空を切らせました。バッター坂本、バッターボックスに入ります。まずは変化球、外角高めのストライク。外、これはセカンドへの打球、一塁に送ります。アウト、セカンドゴロに終わりました。松川さん、変えてきましたね。変えてきましたね。低いボール、まず内へ持ってきました。枠いっぱいに決めてきました。低めに入りました。スライダーで追い込んでいます。
さあ4球目。ボールになります。打ち上げて右への打球ありました。スリーアウトチェンジ。さあタイガース1点を追いかけます。縮めたいこの場面タイガース、ここでとっておきのピンチヒッターを送っていきます。松川さん、この場面でトップバッターを変えてきましたね。そうですね、どうしても1本欲しい場面ですからね。さあこの期待に応えることができるでしょうか。セカンド古木背番号51以上に変わります。初球はボールになりました。外れました。緩いボールを持ってきました。ここはストレート、枠をいっぱいに使ってきます。さあ何を見せるか。打った、打球はセカンドへ、一塁へ。これはアウトになります。セカンドゴロに倒れました。ちょっとピッチング苦しくなってきたか。しかしここまで完封ペースのピッチングです。古木さん、疲れがピッチャーに見えるようですが、いかがですか。コントロールが甘くなってきますね。まあそろそろ変えるかなと思いますね。なるほど、ちょっとモチベーションも下がってきたんでしょうかね。打順がトップに帰ってきます。城島打席に入ります。最初の1球、まずは遅い球から入りました。疲れているようです。もう体力も残っていないようです。古木さん、ピッチャーに疲れが見えますよね。これ以上引っ張って持たれるだけでしょうね。なるほど、もう気持ち的にも体力的にもいっぱいいっぱいですよ。初川さん、代打ですね。変えてきましたね。山口さん、はい、一塁ベンチです。はい、お願いします。ただいまのホームランについてコメントを取ってきました。打ったのは内側のストレート、チームに貢献できたことが嬉しいということでした。放送席山口さん、どうぞ。一塁側のコメントを届けてくれました。初球空振りになりました。今日最初の得点をホームランで許しています。2球目はどう攻める。打ちました、取って一塁送球。さあヒットで終盤逆転のチャンスを伺います。
セカンドへの打球、内野安打になりました。黒木さん、これはここまでよく投げたと言っていいでしょうかね。そうですよね。先発としてゲームをしっかり作りました。よく踏ん張ったと思いますよ。まだまだいけるというような感じでしたからね。ジャイアンツ今日最初のピッチャー交代です。山口、8回の裏、同点の場面で投入します。タイガース打線に対してどんなピッチングをしてくるんでしょうか。さあ、クリーンアップへと入っていきます。鳥谷、打席に入ります。まあ、ダブルプレーの少ないバッターですのでね、ここは思い切って打てますよね。はい、さあこのバッティングはどうでしょうか。低めから攻めていきます。147キロのストレート。ここで同点を許しています。2球目です。スライダーでしょうか。決めました。このスライダーで追い込みました。三振。アウトが2つになって次のバッターになります。新井。まずスライダーを持ってきました。この回追いつかれています。今度はインコース。次のボール注目しましょう。これは変化球。これは3つ低めに持っていきました。ショートが中継。ツーベースヒット。ツーアウト、ランナー三塁二塁、勝ち越しのチャンスとなりました。そして打順は5番に回ります。クラブ、その注目のバッターボックスです。春日さん、ぜひとも勝ち越しておきたい場面になりました。この回追いつけましたのでね、このまま勝ち越しまで行きたいでしょうね。ですね。一気に大量点までつなげるか。黒木さん、この場面で歩かせるようなことはありますか。そうですね、歩かせますね。なるほど、この後の展開を考えるとそうかもしれませんね。ここは敬遠します。ベンチは敬遠を指示しました。ボール3。ここは勝負しません。これで全ての塁にランナーがいます。そして6番上本、その注目のバッターボックスです。勝川さん、ビッグイニングの予感もしますよね。これ打線がつながってきてますので大量点狙いますよね。理想的な形ですよね。まあこういう状況ですのでどんどん点を入れたいですよね。初球はストレートから入りました。この回7人目のバッターです。アウトコース、ストライク。ここで同点を許しています。際どく攻めるのか。あっと、空振り三振。スリーアウトチェンジ。低いボール、スイングアウトの三振です。いいリズムで守りに入っていけます。いい攻撃ができれば守りも乗ってきますよ。攻めと守りは密接に関連してますよね。タイガース、
ここで4番手ピッチャーに変えます。小林博、今日もマウンドに上がって3連投になります。さあ黒木さん、昨日はいいピッチングを見せました。昨日のゲームを見てましたけど、いい内容でしたからね。もちろん次回も期待したくなるような内容でしたけどね。ええ、そうですね。さあ、いいピッチングを見せてもらいたい。今日はどんな投球を見せるのか。9回の表、ジャイアンツの攻撃。この回、クリーンナップから攻撃となります。長野、初球変化球は空振りです。1対1、依然同点のまま試合が落ち着いています。またストーンと落としてきました。3球目、内へ、低めの変化球、スライダーで追い込んでいます。次が4球目、低いボール、次が5球目、今のはボールになります。まあ、よく選びましたよね。ですよね。インコース打って、この打球はファウルになります。フォアボールです。ここでフォアボールを与えました。次のバッターを迎えます。ラミレス、打席に入ります。どこから行く、初球ストライク、フォアボールのランナーを許しています。低め、ここは追い込んでいます。さあ、一球様子を見るのか。三球三振、ボール球を振ってしまいました。これが今の三振です。打順が変わります。高橋由伸、バッターボックスに入ります。第1球は、初球は低いボール、ここは外してきました。変化球を打っていった、打球は右、今のはファウルになります。見送ります。これはボール。さあ、何を見せるか。今度もきれいに落ちました。鋭い当たり、大きい大きい大きな打球、そのまま飛び込んだ、勝ち越しのツーランホームラン、見事に捉えた。低めを捉えた打球はものすごいスピードでライトスタンドに突き刺さりました。今ホームイン、3対1、ベンチ前ラインとタッチ、2点を加えます。この最終回、ついに勝ち越しを決めました。ただいまのホームラン、もう一度見ていただきましょう。さあ、リードを取ります。この最終回、貴重な勝ち越し点を手にしています。そしてバッターは6番高橋慎二。初球は、初球ボール、
コーナーを突きます。得点差は2点、ジャイアンツがリードしています。今のはボールになります。この回ツーランホームランを許しています。バッティングカウントになった。外へのボールは入りません。放送席の山口さん、はい、三塁側です。はい、どうぞ。ホームランの談話を取ってまいりました。打ったボールは落ちる球、おそらくフォークボール。手応えが良かったので絶対入ると思いましたということでした。はい、ありがとうございました。今度はインコースに来ました。さあフルカウントになった。打球は左。外のボールはファウルボール。さあ8球目勝負に出るか。打っていった。セカンドへの打球、一塁に送ります。アウトです。まあ今日もねノイトでしたね。はい、次のゲームにも期待しましょう。セカンドゴロに終わっています。さあここで守護神の登場です。次のバッターに変わります。阿部、バッターボックスに入ります。第1球、初球から打った、痛烈な当たり、これもいったいったいったぞ、スタンドを切り裂きます。ホームランです。ホームラン、しっかりとスタンドに運んでいきました。満員の甲子園球場、あっという間にライトスタンドに飲み込まれました。今ホームイン、4対1、1点追加。最終回貴重な1点が入りました。ただいまのホームラン、もう一度ご覧いただきましょう。この展開であれば少しでも点を開いておきたいでしょう。タイガース、このピッチャーを変えます。渡辺、ツーアウトの場面で登板となります。ジャイアンツ打線に対してどんなピッチングをしてくるんでしょうか。そして次の8番フルーク、打席に入ります。放送席の山口さん、はい、三塁ベンチです。どうぞ。先ほどのホームランについて話を聞いてきました。打ったのはインコースのまっすぐ、バットにうまく乗せられましたということでした。三塁側ベンチでした。最初は空振りになりました。この回一発を許しています。2球目はどう攻めて、外角低めのストライク。この回勝ち越しを許しています。キャッチャーのサインがガッとスイングアウト、三振、スリーアウト、チェン。黒木さん、高めをうまく使ってきました。バッター引っかかりましたよね。そうですよね。いいボールですね。一球って言いますか、跳ね上がるような感じですよね。はい、これはうまくいきました。9回の表を終了。ジャイアンツ3点を追加、4対1、点差を広げました。ジャイアンツ選手の交代をお知らせいたします。センター長野に代わりまして、3番に谷。ジャイアンツ3番手ピッチャーをマウンドに上げます。久保、3点リードの展開、ここで投入します。さあストッパーと打線の対決、注目しましょう。9回の裏、最終回の攻撃です。先頭バッターは7番マート、どうしても塁に出なければなりません。どう組み立ててくるか。まずはボールから入りました。どう攻めるのか。外、次が3球目。外の次はインコースに来ました。
これは足元への変化球。次が5球目。外れてフォアボール。次のバッターとなります。平野、バッターボックスに入ります。行きました。ファーストへの打球、抑えた。アウト。ランナー結局そのままワンアウトになりました。次のバッターを迎えます。関本。何から持ってくるか。初球変化球、空振りです。落とした。これは空振りです。落ちる球で2ストライク目を取りました。果たして3球勝負するのか。今のはバッターに当たりそうなボールでした。変化球、これは外れました。さあ4球目。あっと、スイングアウト。シンカーでしょうか。空振り三振です。次のバッターとなります。城島、バッターボックスに入ります。勝利まであと一人になった。初球スライダーで入りました。2球目はどうでしょう。高めの球、強烈な当たり。バッティングカウントからの4球目、スイングして空振りです。最後の1球になるか。変化しました。サードへの打球、抑えた。ゲームセット。今日の試合は4対1、ジャイアンツの勝利となりました。最後は勝って1勝2敗でこの3連戦を終えました。山口、今シーズン初勝利を挙げています。久保、ランナーを出しましたが失点ゼロ、セーブがついています。勝利監督を迎えてインタビューが行われています。勝利打点を記録いたしました、高橋由伸。さあ今日のゲームご覧いただいてまいりました。今日のゲームの解説は辰川光雄さん、黒木智弘さんでお届けしました。楽しい解説をありがとうございました。どうもありがとうございました。それではまたお会いしましょう。